翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも両平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズの練習試合の様子をお届けします。 VS ジョニーさんとの一戦です。この日の先発マウンドは谷田。最近ね、ラガーズでは谷田が先発マウンドに上がることが多くなっているので、ね、いいピッチングを見せてもらいたいところです。キャッチャーには良平。少年野球から一緒の幼馴染バッテリーです。先頭職まずは外でストライクを取ります。谷田はね、ちょっと抜け球が多いのでそこを気をつけてもらえればと思います。さあ、先頭その後ボール打った打球はレフトを越えていく、越えていくというかね、この日ちょっと風があったので外野手、まあ、内野手ともに上がったボールはちょっと取りづらいかなといったところでした。はい、ツーベースで先頭出塁。そして初球から走られる。これちょっとね、送球高かったですね。キャッチャー良平反省点です。さあ、そしてスクイーズだ。スクイーズ空振りを取るが、これが機動力で先制点を奪われます。まあ、体で止めに行ったところまでは良かったんですけど、ね、その後の反応がちょっと遅れましたね。ここはちょっと申し訳なかったです。さあ、そしてお次の打球もレフト線へ落ちますと、ちょっとね、やっぱ外野はね、風があるんで本当に追いづらそうだなと。そしてここがワイルドピッチバッテリーエラーとなって進塁となります。ちょっと初回からバタバタしてますね、ラガーズ。はい、そしてこれファースト翔平ナイスキャッチ。うまーくファーストライナーを合わせましたね。いや、ナイス反応です。さあ、ワンアウト。そしてこれが三遊間を破っていく。さあ、斉藤さんチャージをしてホーム、ドンピシャ送球。ナイスバックホームです。いや、いいっすね。いい形してますね。動けてます。はい、そしてこの打球ライトヒロトが追って、ただこれが越えて、はい、ワンマンで越えましたね。明太子のツーベース。はい、これでもう1点を追加されます。初回からちょっとね、まあ、守備の乱れというか、なんというか風のね、不運な場面もありますが、はい、そしてこれショートゴロ打ち取ってるんですが弾いてしまい、ランナーすり止めます。さあ、ここでね、なんとかこれ以上の失点は避けたいところ。これ、いやー、ごめんなさい。体で行ってちゃんと止めなきゃダメですね。しっかりと体で止めに行かなければ。もう三塁ランナー返さなければいいと思って手だけで行っちゃったのが良くなかったですね。申し訳ない。はい、そしてこれがね、谷田の課題となっている抜け球。右バッター、やっぱ抜け球来るとどうしても当たっちゃいますかね。いや、これは申し訳ないデッドボールとなってしまいました。さあ、満塁、抑えられるか。はい、サードボテボテの打球、くすくんチャージしてファーストランニングスロー。まあね、守備のミスというか、なんというかですが、まあ、2点先制されてしまいました。さあ、ラガーズの先頭は俊足コーナーの斉藤さん。ただこれ上げてしまいます。風側、まあね、風があってもちょっとこれは、はい、エボンのフライでしたね。さあ、打撃向上の翔平の1打席目。はい、これしっかりと選んでフォアボール見えてますね。さあ、ラガーズランナー出塁しました。さあ、強打者柴田さん、ベテランの一打でね、なるべく早めに点を返したいところだが、これがショートゴロ、グラブトス、ファーストもアウト。いや、ショート、うんめー。ランナー出すも得点できず。さあ、2回の守備、谷田が引き続き満塁。はい、これもね、課題の受け玉ですね。これがなければね、本当にいいチャンスが。さあ、これちょっとセカンドを見てしまった楠野君、ただファーストは間に合ってアウト。はい、この打球もボテボテ打ち取りました。西さんしっかりと掴んでファーストアウト。ツーアウトです。ピンチですが点をやりたくないところ、ここ外のスライダーうまく振らせて三振となります。無得点で抑えます。ナイスピッチです。さあ、バッター4番の谷中からです。はい、しっかりと選んでいく。先頭のランナー出ましたよ。さあ、バッターには引き続き好打者が続きます。楠木君、一発出したいところ。
で、これフラフラっと上がった打球、風があるぞ風があるぞ風があるぞ、流されていく。で、これでテイクワンベ、いやボールデッドか、ボールデッドでランナー1、2塁となります。さあヒロト、早いうちに追いついておきたいですよ。ノーアウトのチャンスです。これがボテボテのピッチャーゴロ、サードを送ってサードはアウト。せめてね、流せばねランナー進んだので、ちょっと調子が悪いのかな。はい、そしてここバッテリーミスで進塁となります。これだけでゲッツーもなくなりました。さあ高いバウンドでも外野フライでも点は返せる。ただこれインコースの変化球かな、しまい三振となりツーアウト。さあチーム最年長西澤さん、いぶしぎの活躍見せれるか。はい、フォアボール、これはねしっかりと選んでおります。さあ自援護シャイタニダ、フルカウントから、はい、フォアボールで1点を返しました。はい、押し出し1点。練習試合ということで10番に岡崎さんが入ります。はい、これただねセカンドゴロとなってしまい3アウト。この回は1点止まりです。続く3回も谷中マウンドへ、フラフラッと上がった打球は誰が行く、ライトか、ライトヒロトががっちりとキャッチ。まずはワンアウト。ちょっとね落ち着いてきたかなといったところでね、言わなきゃよかったかな、大きく外れてしまいフォアボールとなります。さあランナー一塁のところ、これ鋭い打球が三塁線を破っていく。そしてここ、はい、アウト。斉藤さん今日2回目のナイス送球です。いいですね、動けてますね。はい、そして三振で3アウト。はい、練習試合でね10番11番と続きますと、ただね両兵はファーストライダーちょっとね振り球じゃなかったですね、高すぎましたね。はい、ワンアウトになります。さあ先頭回で斉藤さん、これがボテボテとした打球、ただ足が速いぞ、でもこれはアウトとなってしまい2アウト。さあ1打席目フォアボールの翔平です。塁に出ることがね本当に多いので、ここは出てほしいところ。打った、技ありのナイスバッティング。いいですね、打撃好調っすね、連続試合安打続けております。さあ志保さん、これが風があるぞ風があるぞ風があるぞ、ただショートフライとなり3アウトとなります。4回も谷田がマウンドへ、これボテボテの打球、ナイスチャージ、ナイス送球、ストックナイスプレーです。はい、ワンアウト。すぐバッター、これも三遊間、今度はショート大分けががっちりと掴んでファースト送球、ツーアウトです。あー、うまいな、綺麗なセンター返しを食らいます。いや、シャープのバッティングしますね。でね、さっきまあ足でかき回されたランナーということでちょっと警戒してました。これ申し訳ない、もうねランナーに意識行き過ぎましたね、申し訳ないです。はい、ただ谷田助けてくれてありがとう。セカンドゴロで3アウト。はい、大丈夫、いいんですよ、1点で追いつくところ、ここ谷中から、はい、これが走れ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 、内野アンダー、うまいとこ持ってきましたね。はい、強打者続きます。鈴木くん鋭い打球ショート、これはやばいぞやばいぞやばいぞ、ただ送球がそれでパスセーフ。そしてその間に、はい、スープが二塁へ行きます。ワンアウトランナー二塁となります。さあヒロトね、先ほどの打席同様チャンスで巡ってきました。ただ見逃し三振、いやー積極的に行ってほしかったですね。さあキャプテン神田さん、これが上がった打球がどうだろう、落ちた落ちた落ちた、そして二塁ランナーが一気に帰ってくる、どうだーホームイン、すると今年タイムリー同点となります。いいですね、渋いバッティングしましたね、ナイスバッティングです。さあ西澤さん、これが上げてしまう、
はい、ナイスキャッチですね。この回からラワーズマウンドは斉藤さんへ、大学先輩後輩のバッテリーとなります。チームでは、ね、貴重なサウスポーですからね、このピッチングを見せてくれるか。でこれが上げた打球がよくチャージ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 、ただ取れず、あー打ち取ってる打球だから取ってほしいっすね。ちょっとね、最近ラガーズフライに弱いっすね。そしてこれがストレートのフォアボールとなります。ノーアウトでランナー1、2塁、ちょっと嫌な流れっすね。はい、この打球ショートゲッツー取れるか、ただファーストは投げられずと、ワンアウトはでも奪います。ワンとランナー1、3塁となります。打ったー、ここらっと上がった打球、これもこれもこれもフライが落ちてしまう。打ち取ってるんですけどね、まあ、風で打球が流されて勝ち越しを許してしまいます。なおもピンチ、ここはどうにかして抑えたいところ。これがめちゃくちゃスピンがかかってキャッチフライを両平、喉でキャッチ、喉、顎でキャッチしております。あのキャッチフライね、前から本当に思うんですけど、どうやったら綺麗に取れるのか。はい、そして斉藤さんがしっかりとキャッチも、この回も守備の乱れから失点となります。さあバッターは谷田、これいい打球なんですけれども、ショート正面となってワンアウト。いや、いい打球を飛んでるんですけどね、ちょっと惜しいですよね。さあ岡崎さん、先ほどは満塁のチャンス行かせませんでしたが、これも外の変化球かな、で三振となってしまいます。さあバッターは良平、はい、これも高めのボール球に手を出してしまい、フラフラッと上がって、はい、ショートフライとなってしまいます。ちょっとねフライが多いですよね、結構上げちゃってますね、ラワーズ。そして楠木くんが3人目のマウンドへ、両平初バッテリーです。はい、アウトローいっぱい決まってストライク、で次の球もストライクで追い込んでおります。これがジャーストールキー、見逃し三振となります。ナイスピッチ。はい、お次のバッターも2球で追い込んで3球勝負、ファルチップしっかりと掴んで2アウト。はい、この回まだ、ね、全部ストライクで6球でここまで来ました。はい、そして7球目、サードにフラフラッと上がった打球、キャプテン神田さん、ナイスキャッチ、いいっすよ、超ファインプレー、ナイスキャッチです。さあね、この流れで続いていきたいところ、攻撃にも生かしていきたいところ。さあ先頭斉藤さん、ただまたフライだー、フライが多いなー。さあバッターには翔平、ここね、今日1本出てるのでもう1本出しておきたいところ、ただこれ打たされてしまいピッチャーゴロとなります。2アウト。さあね、ここからクリーンアップですからね、柴田さん今日当たり出てないんで、そろそろ1本出しておきたいところ。ただこれ外のボール振ってしまい三振となります。さっきの回のね、ちょっといい流れから攻撃に流れを持っていくことができず、はい、そしてこれが三振です。いや、いいね楠木くん、ナイスピッチ。ただお次のバッターは3ボールとなってしまいます。さあどうする、はい、3ボールから打った打球はこれも微妙なところだが、センター谷中の猛チャージ、はい、2アウトです。いいピッチングですね。はい、そしてお次のバッター、これね、投げる前にちょっとね、バランス崩れてましたよね。うん、ちょっともったいない。そして、ちょっとラガーズ当てすぎてしまったら申し訳ない。この打球は、ヒロトががっちりとキャッチ。まあね、一人当ててしまいましたが、楠木くんナイスピッチでした。さあ、最終回、同点、攻めて、攻めて、同点追いつきたいところ。ここは、足が離れてセーフ。ナイスダッシュです。こうやってね、楠木走っとけば何かありますからね、全力疾走って大切です。さあ楠木くん、これがゲッツーとなってしまうのか、ただファーストはセーフ、これもね、やっぱ走ってるから続いております。さあ先ほどはね、見逃し三振となってしまったヒロト、ここで1本出しておきたい。これがバッテリーミスの間に楠木くんがセカンドへ、一打同点のチャンス。ヒロト、燃え抜けは男じゃないぞ。さあフルカウントとなって
ただこれ外のボールカットしに行ったのかな、ただ振らされてしまい、この日2個目の三振となってしまいます。さあ2アウト、キャプテン決めてくれ、タイムリー打ってますよ、打撃好調キャプテン、どうなしたい。これもね、クス君うまーく、これクス君うまかったけどファーストがアウト、チャンス生かせず試合終了。守備の乱れですね、やっぱ。トミさん、対戦ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょショヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。